メガマウスザメメガチャズマパラジオスはネズミザメ目メガマウスザメ科に属するサメ。本種のみでメガマウスザメ属を構成する。太平洋やインド洋など熱帯から温帯の水深200メートル付近のやや浅い深海に生息している。日本近海では目撃例と捕獲例が比較的多く2011年現在 全世界で50例あるうち13例が日本におけるものであり、東京湾の海底国や沖合でも発見されている。最大で全長709センチメートル。古い形態を保ったサメで、現代に繁栄しているサメの形態とはかなり異なる点が多い。ネズミザメ目のサメの中では、ミツクリザメと並んで原始的な形態を残していると言われる。 北海道大学の中谷和弘教授の研究によれば、特徴的な口を動かす顎の骨についている口を開ける筋肉が非常に発達していて、さらに柔軟な皮膚を利用して顎を伸ばし前方に突出させて口を突き出して開け、ヒゲクジラの休時法にも近い構造となっている。この構造は他のサメには現存せず、同じように口を突出させる機能を持つミツクリザメでも、 このような作りにはなっていない。プランクトンを主食にしているため、サメの特徴である葉は、とても小さく、ヤスリ状の列になっている。口の内壁は、光が当たると銀色に輝く。他のサメに見られない特徴として、上顎の歯が蛍光色に輝き、プランクトンをおびき寄せると言われるが、確かめられてはいない。生殖様式は、耐性と考えられているが、 体重を持った個体がまだ見つかっておらず、詳しい生殖様式は不明。2018年2月24日に、鴨川シーワールドで行われた、公開解剖で本種としては、初となる乱獲の存在が確認された。骨格は大部分が軟骨で占められている。世界初の全身骨格標本が、鴨川シーワールドに展示されている。巨大な口前日の通り、 プランクトンを常食にし、特徴的な口はプランクトンを飲み込みろ化する。昼は、水深100メートルから200メートル程度のところに降り、夜間に浅いところまで浮上してくるとされる。腹部が白いことで、深海魚特有のカウンターシェーディング効果については、疑問視されている。福岡に打ち上げられていた、メガマウスザメの標本正面から見た口1976年11月に、 アメリカ合衆国海軍の調査船がハワイ沖で活動中にそのシーアンカーに絡まっていたオス個体が発見されたのが最初である。新種のサメと分かったが、それ以降は数年に一度のペースでしか見つからず、幻のサメと言われた。日本では1989年に静岡県で浜辺に打ち上げられた個体が見つかったのが最初である。捕獲及び目撃例は、 世界的に見ても極めて少なく、深海に生息することから死体が漂着するのも、極めて稀で、未解明な部分が多い。メス個体は、北半球でしか見つかっていない。深海に生息し、大型であることから、本種には、ダルマザメによる皮膚の食害跡も見られるほか、2011年に、三重県沖で発見された個体には、寄生成果や種類が付着していた。 2015年1月、沖縄本島で約1000万年前から300万年前のものと見られるメガマウスの葉の化石が発見された。北米やヨーロッパなどでの発見例はあるが、アジア地域での化石の発見は公式記録として初めてとなる。なお、肉質は水っぽく不味であるため食用としては不向きとされる。ありがとうございます。